大学の2年生です。専攻はコミュニケーションです。これから旅行の計画についてお話しします。どうぞよろしくお願いします。私は来年日本で勉強する予定です。毎日日本語を話せるように海外で勉強したいです。それから日本は面白くて賑やかなのでいろいろ調べるつもりです。ですから韓国に行きたくて高いデジカメで写真を1000枚プロ撮るつもりです。旅館に泊まろうと思っています。でも有名なホテルでゆっくりするのも楽しいです。私は東京や大阪に行きたいです。にぎやかなところに旅行したいです。そしてお土産と服とアクセサリーを買おうと思っています。たくさんアクセサリーを買います。その後、お祭りと歌舞伎と美術館に行く予定です。そして、ツアーで神社とお寺に行くつもりです。その間に写真を撮る予定です。たくさん写真を撮ります。これで終わります。ご清聴ありがとうございました。最初の質問です。いつ日本で勉強する予定ですか？来年日本で勉強する予定です。ありがとう。次の質問です。デジカメで何枚くらい写真を撮るつもりですか？デジカメで写真を1000枚くらい撮るつもりです。はい、ありがとう。次の質問です。ツアーではどこに行く予定ですか？もう一度お願いします。はい。ツアーではどこに行く予定ですか？ツアーで神社とお寺に行くつもりです。はい、ありがとう。最後の質問です。東京や大阪で何を買おうと思っていますか？こちらお願いします。はい。東京や大阪で何を買おうと思っていますか？私は東京や大阪に